はい、えー、それでは、えー、今回は、えー、第3節、えー、ということで、えー、人間と万物の違いの説明をしていきたいと思います。えー、前回はですね、えー、人間とあるいはその宇宙そういったものとも第一原因との関係ということについてお話ししてきましたけれども。 えー、その結果の世界である人間や、まあ、全ての神羅万象ですけれどもね、えー、それらにですね必ずあのまあ種の段階から最終的に、えー、花が咲いて実となるというまでにですね一つの必ずあの時間時間性というものが まずあるということをこう理解してください。それでですねここで書くとですねちょっとこのまずこのえっと <laughs> え難しいこんな単純な絵でも難しいですけどまあ人間がいてそれからあのなんどうしましょうかねこう,あのこ,うこうしときましょうかね尻尾があって動物 まあこういう動物ばかりじゃないですけれどもねそれから、えー、植物って言ったらなんか単純にこんな風に理解してしまうのかなからまあ鉱物とかこうありますけれどもね、えー、これらもですね最初からこの状態じゃないわけですよ最初はまず種の種の段階から始まるわけですね で人間の場合もあの生死と卵子が結合してというで生死と卵子が結合するんですけどもそこでえ種といえばまあその生死っていうことにえなるわけですねでまあ動物においてもオスとメスで交尾してそして子供が生まれてっていうふうになりますよね植物も種を植えてそしてそれがどん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 成長していってという感じで,でこれをちょっとこう上にね図を描きますけれどもえ全てのものにはですね まずね、ちょっとこう結論から話しますけれど、えー、3段階というですね、こう完成するまでの間にね、種が植えられて、あるいはこの生命が誕生して、完成するまでに、必ずあの3段階というものを通過していくようになるということなんです。で、えー、まあ人間で言うならばですね、こう 幼年期があって、それから少年期があって、そして、えー、青年期があると。青年のせいは、こう成人じゃなくて、なるじゃなくて、青いって感じですね。はい。そして、ここで初めて、まあ成人するということなんですね。 はい、で動物にもやはり3段階あるんですね植物もやはり3段階こうあるわけなんですが、えーまあ、このなぜ3段階あるかっていうのはですねまたあの別なところで説明していきたいと思いますけれども、まあ、今は一応あの入門編ということでね、えー、簡単にお話ししますけれどでこのようにして、えー、3段階通じて、えー、みんなこうねあの完成していくわけなんですが、えー、ただですねここであのー ちょっとタイトルにありますように人間と万物との違いということなんですがすべてこのね、えー、成長の期間っていうのがあるんですが人間だけが他の動物や植物とかこの万物と違う部分があるんですでその違う部分っていうのが何かといえば人間だけはこの、まあ、生命が誕生して、まあ、赤ちゃんとして誕生して、えー、成人して 大人になるわけですけれども、勝手には、あのー、まあ、ここで言う言葉で言うならば、勝手には完成しないっていうことなんです。勝手には完成しない。で、えっ、ー、とですね、あのー、これ、完成っていう言葉っていうのも、なかなかこう、抽象的な言葉で、えー、ちょっと、あのー、理解が、 難しいと言いますか、あの、うまく伝わらないかもわかりませんけれども、普通はあの、皆さんが認識している人間っていうのは、まああの、そうですね。えー、まあ成人式と言われるように、まあ二十歳になったら、えー、大人だというふうに言われてるわけですね。あの、大人。まああるいは成人。ところが、この本来のお人間、 っっていう立場から言ったら言た、えー、成人したら、えー、大人なのだとかですね、えー、成人したらあるいは二、ま、十、ああのー、歳になったらという、まあ、20年間ですね、えー、過ぎたら、あのー、一つのあるいは一人の人間として、えー、完成というふうにまあ捉えてると思うんですけれども、えー、本来の形からしたらそうじゃないんだということなんですね。 そうじゃないんだということなんです。で、ですけれども、他の動物とか植物っていうのは、ある一定の時間が経過して、ある一定の期間が通過すれば、それなりの、そのものの持っている感性っていうところに行き着くことができるんです。ですけど、人間は行き着かない。これをちょっとよく知ってもらいたいんですね。で、人間とはですね、 あのここに、まあ、心と体っていうのがあるっていうのはご存知だと思いますね。ご存知だと思うというかあの人間には心と体がありますけれどもでもう少しこのまたちょっと別なところでお話ししますが、えー、次のところかな次のところでお話ししますけれども人間にはこの肉体というものがあるわけですけれども肉体。で、えー、肉体だけではなくてですねもう一つ人間には この、より本質的な、この、例の体。まあ、体。で、え、例の体だけではなくって、あの、霊的な心というものが、あの、人間にはあるんです。で、え、この、どちらが本質かというと、霊の心、そして例の体。こちらの方が、え、人間においては本質なんですね。 そして、えー、今まで人間が成人したとか、大人になった、あるいは完成したって言われている部分っていうのは、この肉体とか、肉体に付随した、まあ、本能的な部分のところですね。えー、それが、まあ、ある一定の期間通過したら、えー、完成ということそれはまあの間違ってないわけです。まあもう少し別な表現で言ったら、 あの物質的な部分のことですね物質的部分この人間の体肉体これも物質的な部分ですねでこういったあの物質的な部分っていうのはある一定の期間通過すれば完成するようになっているんですで動物もそうなんですところが動物や植物と違うところっていうのは人間だけに存在するこの例の体とそしからもう一つ例の心 というものがあ,のあるということなんです。そして先ほど言ったように人間の本質はこちらなんですね。例の心であり、霊の体なんです。で、これはですね、時間が経過したら完成するかというと、そうではないんです。そこにはあの人間の努力っていうものがあって、初めて完成するようになってるんです。で、もう一度言いますと、人間と他の 存在ととのの違いというのは人間にはこの霊の心や霊の体っていうものを成長させ完成させるというその責任っていうものがあるということなんです責任でこの責任っていうものを果たすことによって初めて、えー、完成することができるということですはいこの人間と他の生き物との違いあるいは他の存在との違い これは非常にあの重要な話になってくるんですね。そして今日まで人間がずっとこの病気の,味を病気の状態で来ている。そのことの原因は何かといえばこの責任というものを果たすことができずに来ていることがその病気の状態を ずっとあの持ち続けてきているというそういうことになるんです。でこの責任とは何かっていうこととかですね、えー、なぜその責任を果たせないでいるのかというようなことについてはまたあの後半の方で、えー、お話ししていこうと思いますけれどもまずここでは、えー、人間だけに例の心と霊の体っていうものがあって。 そしてこの霊の心と霊の体というものは人間が自らの努力によらなければ成長して完成しないんだということなんです。で、人間のこの肉体というものに関しては、あるいはこう、本能っていう心の部分もそうなんですけれどもね、この部分というのは時間が経過していくことによって完成するようにもなっている。これは動物も時間が経過すれば完成するようになっているのと、 同じですただ今あの非常に簡単にだけお話ししたからあのちょっと語弊のないようにあと少し付け足しておきますけれども、えー、この動物とか植物においてもですねあのちゃんとただ単に時間と時間だけが経過したらいいかというと正しいここにはあの栄養素栄養というものが当然あの必要になってくるんですね。動物でもやはり あの、食べなければ、えー、この完成するというかね、えー、死んじゃうわけですよね。それから動物、あの、植物においてもそうですよね。ちゃんと水とか、あの、光とか、そういった、あの、必要な、植物においてまた必要な栄養っていうのがあるわけですね。で、その栄養っていうのをちゃんと与えないと、枯れてしまう、死んでしまう。これは、どうあの、人間においても同じです。人間も、この肉体を維持しようと思えばですね、えー、ちゃんとした栄養っていうのを与えていかないと、 死んでしまうということになるわけです。で今この栄養っていう話をさせてもらいましたけれどもこの中でもう一つあの重要なことがあるんですね。でそれは何かというとこの霊の心と霊の体っていうものにもこの栄養っていうものが必要になってくるんです。でここで簡単に言えばその霊の心霊の体にとって必要な栄養っていうものは何かといえばこれが 家庭におけるお父さんお母さんまず基本はこの父母から来る愛というエネルギーの栄養素、まあ、もう少し砕けた表現で言ったら愛情ですねお父さんお母さんから正しい愛情を受けることによって霊の心と霊の体のこのいわゆる幼年期における基礎 っていいううものが、えー、作られていくようになるわけですでもちろんあの少年期・青年期においても、えー、同じなわけですけれどもねまあそういうふうにしてですね必ずまああの栄養素っていうのもともちろん必須の条件だということです、はいえー、それで、えー、今回この第3節ではね人間と万物との違いということで、えー、お話しさせてもらいましたけれども、えー、人間と万物の大きな違いは 物質的な体、えー、それ以外に霊的な心と、えー、霊的な体っていうものがあ,のあるんだということです。はい。えー、それでは、この第3節は以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございます。